えーと今回はですね、あのーまあ、こういった刃物ですね刃物とかよく自分が紹介しているこういったリーサルウェポンとかですね、あのーまあ、調べていただければわかるんですけども、まあ、実際ですねじゃあどういったところで買ってるんだっていう。 ここととをねまああ聞かれたりすることあるがんで今回ねあのこの動画の下にあのよく自分がですねあの利用してるところのあのサイトのリンクを貼っておきますそれとですねあと自分の方でまあ、まだ利用はしてないんですけどもえー、っと2社ですねあの大型ハムが買えるところもちょっと探したんでまあそういったところを利用してもいいんじゃないかと思います特にあの うーんトゥルーパーズの山中さんのところはあのよく動画なんかでも紹介されてますしガーバーの商品がねあの結構ね格安で手に入ったりするんで意外とおすすめだなと思います、まあ、自分の場合は、まあ、リバートップさんの方をよく利用してるんですけども、まあ、あと大和企画さんなんかだと意外と税込みで、まあ、安く手に入ったりもするなっていうのが。 ありままましたのでちょっっとまあリンクだけ貼っておきます興味のある方はまあちょっと覗いていただければと思いますね。あのー、どちらにしてもですね、まあ、そこでねもう一つね知っていただきたいのは、そういうところのです、ねあのー、商品の一覧を見ると結構、ソールドアウト売り切れというのが多いんです。つまり、大型刃物になればなるほど売り切れてるということです。だから、その現状っていうのもちょっと知ってほしいなと思うんですよね。つまりそれだけ 買っってているる方がいるってことです、あのー、もう数年前から。でそれが何を意味しているかってことはちょっと分かっていただきたいなと思います。だからかなりの人が持ってる目的が何かっていうことですねコレクションなのかそれはまた使うことなのかっていうことを考えますけどもでもあの大きな苦難が近づいた時に。 じゃあそれが一体どういうふうに使われるかっていうことはまあ想像にまあわかると思いますね、まあ、想像していただければわかると思いますけども、まあ、そういうことですですからあのまだ大型ハムの手に,、まあ、手に入れられてない方はぜひですね、まあ、規制が入る前にあの買っていただきたいと思いますまああの今日は以上ですありがとうございました